ホンダシティホンダグレースグレースは、ホンダ技研工業が、日本市場の個人ユーザー向けに製造、販売していた小型車規格の4ドアセダン、および2021年現在、日本国内の自動車教習所向けに製造、販売している小型車規格の4、ドアセダン型教習車である。本車種は、コンパクトセダンの刷新をコンセプトに掲げ、コンパクトカーが持つ、 燃費性能とアッパーミドルクラスセダンが持つ広い、室内やスタイル、質感、走りを融合させた5ナンバーサイズのセダンである。アジアオセアニア向けに販売されている、既存の6代目式とボディを共有しつつ、日本市場に導入された。同じ5ナンバーサイズのハイブリッドカーだった2代目。 インサイトが2014年3月をもって生産を終了しているため、事実上それによって空いたポジションを埋める役割も果たしている。なお、同社の日本市場向けのナンバーサイズのノッチバックスタイルの4ドアセダンとしては2009年1月に販売を終了したフィットアリア以来5年11ヶ月ぶり、かつその中でもハイブリッドカーに限定すれば ES9 型シビックハイブリッド以来9年ぶりの 投入となる。2代目シティの輸入、リネーム版だったフィットアリアとは異なり、日本国内向けは埼玉県大里郡の埼玉製作所より、完成車工場で生産が行われている。なお、発売開始当初はハイブリッド専用車種であったが、2015年6月にガソリン車、同年7月に教習車が順次追加となった。ハイブリッド車は2代目フィットハイブリッドや、 ベゼルハイブリッドにも採用されている EV 発進が可能な1モーターシステムスポーツハイブリッド IDCD を採用しており JC08 モード燃費で三十四四点キロメートル l の低燃費を実現している。また IPU をコンパクト化し床下に収納したことでトランクルームは FF 車で四百三十リットルの大容量を実現するとともにハイブリッドカーでありながら トランクスルーを可能にした。ガソリン車は1.5リットルの L15 バイト型を搭載。燃料を直接シリンダー内に噴射させることにより、高出力、高トルクと JC08 モード燃費 21.8km、L の低燃費を両立。トランスミッションには CVT を採用している。5ナンバーのハイブリッドセダンで、初めてとなる 4WD 車も設定されており、軽量。 コンパクト設計のビスカスカップリング式 4WD システムが採用されている。英語で常盆、上質という意味。ありがとうございます。